皆さん、おはこんばんちは、ミロクです。いよいよ明日、都営三田線、高島平の新型ホームドアが稼働開始します。また都営浅草線より後に設置となりますが、新宿線に続く新型ホームドアの稼働となるので明日、始発で伺い、7時過ぎまで高島平で待機していきたいと思います。今回はそんな高島平の新型ホームドア稼働開始前日の様子をお送りします。いつもの注意事項をご確認後、続きをお楽しみください。ご視聴ありがとうございます。本編前に LCD の注意喚起をお読みください。守れない場合ブラウザバック押してください。視聴マナーに皆様のご理解とご協力をお願いいたします。ここで気になったのですが、稼働開始前にあの混在した柵はどうなったのか、もちろんそのままでした。ありがとうございました。お降りの際、チャンネル登録、通知音などお忘れ物、落とし物のなさいませんよう十分にご注意ください。お乗り換えのご案内です。当チャンネル他の動画をご覧になられる方は、動画下のアイコンをご利用ください。